はい、どうも皆さんこんにちは。今回なんですけど、自重トレーニングを極めるために絶対に必要な5つの基本的な自重トレーニングについて説明したいと思います。5つだけです。これ多分みんな誰でも知ってるようなトレーニングなんですけど、ウエイトをやられてる方で自重トレーニングやらない方は難しい方もおられると思います。ウエイトでは重たいの上がるけど、自重ではなかなか綺麗なフォームでできないっていう方のために今回は説明していきたいと思います。まず最初に懸垂です。まず最初は懸垂やってください。自分の体重を頑張って引ける力をつけていきましょう。これができると何ができるかっていうと、マッスルアップですよね。懸垂ができると懸垂一番上まで上がるためのマッスルアップができるようになります。懸垂を極めるとマッスルアップができるようになります。次は膝を曲げてフロントリバーですよね。初めは膝を曲げてもらっていいです。でも懸垂できなきゃできないです。これは抱え込みですが、フロントリバーができるようになります。抱え込みでできるようになってくると、これもちろん足を伸ばしてできるようになってきますよね。こんな感じで広背筋でバランスを取りながら制していきます。この感じで、フロントリバーができるようになります。これ何が必要かというと、一番ベーシックな、自重トレーニングができてこないことにはここに発展していかないです。もちろん腕立て伏せも発展していくと、逆立ちでね押し上げられるっていう、逆立ちをしながら腕立てができるっていう腕立てに変わってきます。腕立て伏せを極めると逆立ちで腕立て伏せもできますし、あとはプランシェやりたい方は腕立て伏せで肩を前にした腕立て伏せをするとプランシェにもつながってきます。こんな感じで肩を少しずつ前に出して腕立て伏せができるようになってくれば、足をこうやって離してもバランスが取れるようになってきます。これができたら次足を開いて、このね進化したプランシェができるようになってきます。次に足上げ腹筋っていうのがあります。足上げ腹筋っていうのは、まあ、字のごとく足上げて腹筋します。このような感じで足を上げて腹筋を鍛えていくものです。これ何がいいかっていうと、腹筋をまず鍛えるといろんなね自重トレーニングをするときに役立ちます。これをやると腹直筋に効いてくるんですけど、これをひねることによって腹直筋から腹斜筋に効いてきますから、これだけでねいろんなバリエーションができます。ひねったり足をね旋回、円を描くように旋回させたり、これだけで、ね、本当にいろんなバリエーションができてくるので、これをやるっていうのはマストだと思います。もちろんプランシェやるときに腹筋使いますし、ただ逆立ちで止まるっていうだけでも腹筋体幹使ってくるので、いろんなスポーツだったりとか他のことにもつながってくるので、すごい必要なね運動かと思います。あとは体幹鍛えられるとお腹周り痩せやすくなります。下半身を動かす腹筋をすることでまたね違った部位が鍛えられてきますから、これを頑張ってね意識してやってもらえればなっていうふうに思います。難しい方はもちろん膝を曲げて始めは練習してみてください。懸垂、もちろん腕立て伏せ、そして足上げ腹筋、4つ目はディッピングです。ディッピングもやり方があって、上体を前に傾けます。上体を少し前に傾けた状態で胸を張って落としていきましょう。肘が内側に向かないように注意してください。肘を外に開いてしっかり落としていきましょう。ディッピングがマジで強くなってくると、こんな感じでディッピング進化させてできます。ディッピングをやることによってマッスルアップをする際の最後の動作の運動にもつながりますから、必要なことかなっていうふうに思います。トランシェを練習している方もディッピングすることによって支持力がつきます。ストリートワークアウトみたいなことをやりたい方にとってはすごい必要なトレーニングになってきますから、頑張ってやってください。平行棒でディッピングすると両手がね平行になった状態でディッピングするんですけど、ここだと手がね一直線の状態でディッピングができますから、また違った部分が鍛えられてきます。なので平行棒でやる、そして、鉄棒の上だったりとか一本の線の上でディッピングができるように頑張ってやってみてください。最後はスクワットを鍛えたいと思います。筋肉のねほぼのパーセンテージは下半身に集まってますから、体脂肪を落としたい方だったりとかは、適当なスクワットをするといいと思います。スクワットする際はお尻下に下げすぎずに水平になるぐらいまで落としていただいて、膝はまっすぐの状態で行ってください。上体をねまっすぐしっかりこのような感じで落としてあげる、筋トレをする際に
足と腹筋のコンビネーションすることによってすごいね、効果的にお腹周りだったりとかお尻周り足周りが変わってくるので、腹筋トレーニングするときはスクワットも一緒に練習してみてください。例えばバク宙とかね、そういうアクロバットの技したいときも腹筋すごい有効ですから、いつもね上体だけ上げる腹筋だけじゃなくて下半身を上げて上体に近づけていくっていう腹筋もね頑張って練習していきましょう。はい、今回なんですけど自重トレーニングを極めるためにマストである5つのね基本的な自重トレーニングについてお話ししました。この動画良かったなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。